はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットに、この、限定の SSR 株券が当たるという、SH デラックスガチャっていうのがあるみたい。これ新しくできたのか、見たことがないや。これ1回が、5000コイン、10回で5万です。でも、あり余ってて、逆に、処分に困ってるんで、10回引いてみたいと思います。どんなのが出てくるんだろう。1個は SSR 確保できるのかな？まず1個目。遺品丸ぞ。金ですね。ただ、いいカードが欲しいだけで、そんなにレベルアップいらんねんけどな。1枚しか SSR のカードが出てこないんだったら、これなんだよ。来いよ。うわ、来なかった。なんだなんだこれ。太陽シスターなんや。おっかの母親か。必ず出てくるわけじゃなさそうですよね。使い切っちゃえ。がっかりです。まあ、どうせこの SH コインってそんなに使い道がないんで、まあ、いずれ出てくれば、いいんかなとは思います。ただ、今回は出てきませんでした。まあ、コイン減らしに使えばいいかなと。で、運よく SSR 株券が出てくればいいかなという感じではあります。はい。見ていただいてありがとうございました。